オイラ水軍。オイラ。船酔い。目標は定まった。全軍進め。要衝を抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。
近いな。賊の討伐はなったな。決戦の邪魔をされずに済むだろう。兵たちの船酔いはいくらか収まったな。一応戦う体制はできたということ。ならば将兵を休息させよう。決戦に向けて英気を養わねばな。皆の働きにより決戦の準備は整った。来たる大戦に備えしばし休息し英気を養うのだ。仕方ないとはいえ嫌な陣形だ。はい、この陣は体裁だけと言って、もっと時があれば船にもいろいろと仕掛けを施せたんだが残念だ。準備不足に練度不足、それでも水陸合わせた戦力はこちらが圧倒的。ならば敵はどう仕掛けてくるだろう。水上で仕掛けてくる可能性は低いと思います。あくまで低いという程度ですが。そう言いつつ気にかかることがあるような口ぶりだ。何か懸念があるなら殿に申し上げてみたらどうだい。いえ、懸念というほどではただの不安かもしれません。風が強いな。先ほど二滝の火が煽られて危うく火事になりかけた陣があった。そういえば孫権は我らの風下に布陣しているが火計を仕掛けたりはしないのか。ここが水上でなければそれも手でした。ですが孫吾の水軍は散開しています。さほどの効果は望めないでしょうね。そうか、向こうは練度も高いというし、そう簡単にはいかないか。それより殿が皆を呼んでいる。承知し、この時期長江の風は北西から南東へ流れる。今夜は特に風が強い。迅速に敵陣にたどり着けるであろう。時はまさに今。これより一気に水上の振りは兵数と治癒で乗り越えよ。おこの西北の風に乗り敵を撃つ。劉備と孫権に引導を渡すのだ。伝令、敵軍師諸葛亮に怪しい動きあり。一刻も早く撃破された方がよろしいかと。曹操軍が現れたぞ。ありったけの矢を追いかけろ。こっちには矢が10万本もあるんだぜ。曹操を襲われない限り無敵だな。やれやれ。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。曹操軍に兆候を渡らせてはならん。孫吾の将兵よ、鉄壁の構えを取れ。どうですね、孫家の姿が見当たりません。様子を伺うべきだ。時は十分に稼げた。我が経路はすでに慣れる。そうですね、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。守れぬとは軍神のことして情けない。お見事でございます。殿ならば必ず乱世を収束に導けましょう。曹操軍が倉庫を襲撃、十万本の矢は全て消失しました。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。先生ってすごいな。船の上を歩いても酔わねえぞ。これなら存分に戦えるな。まったく宝刀先生様々だ。決まった。いざ、開始。
カムシャどもに負けるかよ。見せ場はたっぷりだったな。もう撤退してもいいだろう。目障りなとこは潰しちまうか。ついてこい。おかげで敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな猛徳。さすがは歯を行く者よ。肝心要の守りが手薄だ。ここは自分が役目を果たすぞ。ひとまずあの辺りを抑えてやろう。おのどもかかれ。敵の諸葛亮。これまでの動きすべてこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮か。この炎痛恨よな。どこまで計算していたというんだ。殿も軍師たちも熟考の上で家計はないと読んでいたのに。風向きが変わることもこちらの陣形も全て織り込み済みだったのでしょう。加えて自然頼みの策を行う大胆さもあった。風向きについてはにわかには信じられませんが、これは悔しいな。私の考えの外でこんな戦を描かれるとは。
火の勢いが強いな。陸の陣にまで火が届いている。船の覇気だけでは間に合わぬか。やむを得ぬ。満潮、全軍に撤退を命じよう。承知しました。分裂、お主は味方を逃がすため上陽までの退路を切り開いてくれ。皆の命、必ず。火の勢いは衰えぬか。わしもそろそろ撤退せねばなるまい。曹操様、敵は我が方の退路に兵を伏していた模様。そこまでも手を打っていたか、周囲。だがこれ以上好きにはさせぬ。北に展開した敵を撃破し、味方の退路を確保する。わしに続くよう皆に伝えよう。策ってこれだけなのか。もしかしてまだ何か企んでるんじゃ。郊外殿の降伏、全然怪しまれなかったみたいだな。おかげで家計は大成功。曹操軍らかなり慌ててるみたいだ。この先行かせはしない。長州、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかぬ。何としても敵を倒し、この場を突破する。
長州と勝負してもらおう。我が波動の前に滅びろ。なんと見事な戦よ。力を呼ばせた。諸葛亮殿の次なる策に望みを託すしかない。ひとまず難敵は撃退した。しばしここを確保し同胞を守らん。武林に逃げ込まれた将軍方も多い。探してみてはいかがでしょう。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。すげえな。さすが曹操様だ。誰にも邪魔はさせん。なんと見事な戦よ。あそこで戦ってる味方を助けるだよ。行くからな。はっ、ウリンに逃げ遅れた方がおられるようです。将軍のどなたかではないかと。なんとかお助けできないでしょうか。味方の無事を知れば兵も奮起するでしょう。今頃ここを取りに来たのか。遅い遅い、遅すぎるぜ。待ちくたびれて油断しちまうとは残念だ。完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。
やはり俺はまだまだ不甲斐ない。シュユ殿に習いや学も武ももっと励まねば。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。陸戦で曹操軍に一律の長があるのは筋、それを覆せなかったのは自分の不覚だ。テイフ殿から敵が近づいてると聞いたんでね、しっかり警戒しておこうか。この両鉱石が封鎖してるんで、お前らに逃げ場なんてないってのに。どうも、これが窮鼠猫を噛むってやつか。ヒレンリー、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱したか。生き延びれば再起も可能。ヒレンリー、曹操様の所在がつかめました。撤退先に向かわれているそうです。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかもむしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か。脳を書こうと。あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。毛徳、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓の全てをかけ波動を。この大敗の後でそこまで吠えるか。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。まずは国力の回復と戦力の再整備を急がねば。士官の言う通りよ。皆おのおのの再活、誰かあるか。当初を呼べ。当初殿、まさか魏公就任の話を受けられるのですか。この大敗を機と見るのは敵だけではない。今は見えぬ内なる不和の種もここぞと道を求め、早急に国力を戻すには魏公就任を受けるの。恐れながら以前も申し上げたはずです。魏公に疲れるということは大義を失うことであると。人々は当然魏公の先にあるものを見ます。次は王、そしてその次は世は殿を。そうなれば董卓の騒乱の時と同じです。たとえ国力が戻ろうと。ならば魏公として天下を制した後に位を返上して官の使。そのように都合よくはいきません。強引に一時の知性を生む、確かに多くの時間はかかります。ですが歴史ある官という器を用いた方が。お主の言は最もだ。
理想的でもある。だがわしはこの敗北で多くの時を失った。今は手段を分かった。申し訳。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。曹操、そなたのこれまでの実績信として並ならぬものである。故にその功を称え魏公の位を授ける。徐州、西州など十州をもって魏とし治めるがいい。はは、謹んで拝命いたします。曹操よ、この先そなたは何を望むのだ。私が望むのは乱世の収束、それだけにございます。魏公就任おめでとうございます。うん、これよりは一層国力の充実に力を入れる。殿、もはや覆せぬと承知で申し上げます。やはり私は今回のご決断に賛同できません。殿の道は漢の臣として成し遂げるべきでした。殿が帝位を伺っているとみなされればいずれまた争いが起こりましょう。淳育、お主は以後巨匠にて政務に励め。それはわしに対しもう検索する必要はない。お主はお主にふさわしい場所でその才を生かせ。魏公に就任し魏王となり帝位につく、それが最も早く乱世を終える道です。しかしそれは国の形としての話。人心を鑑みれば文爵殿、殿の影響力はすでに帝を上回っている。魏公就任は誰の目にも自然と映るでしょう。奪う者の断りはそれを奪われることも肯定します。殿がご健在のうちはそうならずとも、いずれ誰同族とはいえ我らが同じ意見である必要はありません。俺は殿の選ばれた道を我演じます。ですが文爵殿が危ういと思うならば諌めるべきです。私の話など聞いていただけるでしょうか。行く道を肯定できない軍師などいくら王佐の才などと評されようと言葉が届かなければ意味がありません。私は
毛徳、たった今知らせがあった。うん、孫賢明、やはり動いたか。あまり兵を避けんということか。わかった、俺はすぐに動ける者を連れて先に慶州へ向かおう。うん、わしもすぐに追う。だがこの機に他の勢力が動かねばよいが、劉備に馬刀、わしに。淳雄、味方はかなり押されているようだな。孫吾の軍はすでに長江を越えて上陸。こちらの戦線を切り崩して連携の懸念があった劉備軍は破食を進行中です。しかし慶州にも兵を残しています。ここでも劉備か。やはり早く潰しておくべきだったわ。孫吾を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害をさ…いえ、ここは孫吾を押し返しましょう。それをもってこちらの勝利とするべきです。何か策があるのだな。分かった、淳育の言う通りにしよう。ありがとうございます。まずは孤立した味方を救援しましょう。戦線の穴を塞いだ後、一気に攻勢を仕掛けます。劉備軍が到着するまでが勝負です。可能な限り敵の戦力を削ってください。淳育よ、なぜここにいる。お主には巨匠で政務をせよと命じたはずだが。申し訳ありません。しかしここで殿の道がついえては困ります。故に勝手ながら参りました。ふん、お主にそのような顔ができたとはな。今は孫権への対処が先決、沙汰は後に申し渡す。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。赤壁に布陣する彼を倒し敵を退けましょう。今回は文爵殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。